皆さんこんにちは、ジンです。今回皆さんに紹介させていただきたい商品はこちらです。フィニックスの新商品で PT32 フラッシュライトです。これが本体です。このフィニックス PT32 フラッシュライトは本体の長さが129.5mm で、ベゼル部の直径が 20mm です。ボディ部の直径が 22.6mm です。照明重量が 77g です。クイ XP の L、HI、ホワイトライト、LED を使用しています。電池が一節の18650あるいは2節の CR123i 電池の使用が可能です。でもここでは18650電池はフェニックスメーカーのものを推薦します。この PT32 フラッシュライトの素材がエアクラフトアルミ素材で、塗装がハードアノダイズド処理をしました。また本体はロレット加工およびノースイバーデザインで、軽くて丈夫で色落ちにくくて持ちやすいです。またこのフラッシュライトは IPX8 防水機能および1メートル防衝撃機能がつきます。次はこのフェニックスの PT32 フラッシュライトの照明パラメータについて紹介いたします。このフラッシュライトの最大の照明距離が240m です。最大の高強度が14400キャナラです。照明モードでは5高度があります。900ルーメンのダボコードで1時間50分の使用が可能です。400ルーメンのハイコードでは4時間の使用が可能です。また150ルーメンのミドコードで10時間20分の使用が可能で、50ルーメンのノコードでは37時間5分の使用が可能です。あとは5ルーメンのエココードもありまして、260時間の使用が可能です。照明モード以外にはストロボモードもありまして、こちらのコードが900ルーメンです。また SOS モードでは50ルーメンもあります。またこの PT32 フライシュナイトは多忙コードおよびハイコードで長く時間を使用すると、熱が溜まって本体にダメージを与えるので、これを防止するためにダボコードで3分を使用した後ハイコードになります。ハイコードで30分を使用した後ミドコードになります。次はこのフィニックスのPT32 フラッシュライトの使い方について説明いたします。このフィニックス PT32 フラッシュライトがスイッチが2つがあります。テールスイッチとサイドスイッチがあります。テールスイッチが電源スイッチで、テールスイッチがモードおよびコードを調整するスイッチです。まだ電源をつけるとき半押しですると、つけますけど、手を離すと消します。で、全部つけたいときは、全部押して、つけます。コードの調整が、サイドスイッチを一回クリックして、調整できます。タポコード、エココード、ローコード、ミドコード、ハイコード、タボコードの順番に変わります。また、
照明モードでサイドスイッチを長く押すとストロボモードになります。ストロボモードではサイドスイッチを1回クリックすると SOS モードになります。またテルスイッチを押すと消します。この PD32 フラッシュライトはメモリー機能がありますので、1回消して消す前のコードが記録できます。このフェニックスの PD32 フラッシュライトは本体のフラッシュライト以外には交換用のゴム管、ナイヤード、ホルダー、また防水用のスイッチ、蓋が入ってます。以上はこのフェニックスの PD32 フラッシュライトについて紹介が終わりました。皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。またねー。